くありがとうございます。こんにちは。ゲストありがとうございます。ね、お昼配信何しよっかな。そう、左手だけね、撮った、ネイルを変えたくって撮ったんだけどね。でもちょっと問題発生してね、深爪をするという問題が発生しまして、はい、絶賛深爪中です。人差し指深爪ってすごい不便なんだけど。ギフトありがとうございます。こんにちは。人差し指ってめっちゃ使わない？そんなことない？あんまり気にしたことないけど、使う使わない。気にしたことないんかいってね、言って今から右手も取ります。右手もしっかり取ります、ネイルを。そう、せっかく伸ばしてたのに、人差し指のネイルじゃない、爪。さっきまでね、いろいろ携帯触って、はい、触ってました。ひらのひかるです。携帯を触っておりました。こんにちは。まあね、なんか右手じゃないだけ良かったんだけどさ。そう、右手の人差し指あ、またちぎれた。うん、今日はね、食べてない。なんか起きてからご飯食べたのが結構遅かったので、そう、何時だったかな、11時くらい、そうだったので食べてないです。まあ、もはやそれがなんかお昼ご飯、まあ、多分また3時とか、あ、まあ5時、4時、5時くらいにまたお腹すくかなって感じかな、きっと。でもまあもうその時間出なきゃいけないので、まあ、なんかお腹空いた時に食べれる、なんかお菓子でも持っていこうかな。じゃあカッとつまめるようなね。ギフトありがとうございます。次何色のネイルにするかな、どうしようかな。ね、
ギフトありがとうございます。迷う。今回バーガンディだったじゃん。秋っぽい色。やっほー。候補全くない。なんかその時にパッと見て、あ、この色したいなとか、なんかまあ参考にするやつがあるんで、結構そう、あ、こんなネイルしたいっていうの参考にする、そのネイルの色を合わせたりするかな。そう、いつも割と適当、なんかその時の気分で決めたり。うん、こんにちは。配信終わったらね、お風呂入る。一旦むくみを取ります。やばいやばいやばい、坂向け坂向けやばいやばい、坂向け坂向け、 坂向け。人差し指めっちゃ簡単に取れたんだけどな。そう、急にペロンってめくれたんだよ。なのになんで他のはこんなにしっかりくっついてるんだ。そのくらい割とスルンと取って取れてくれるとね、ありがたいんですけど。なんか作ってるの。あ、うん、ネイル取ってるの。そう、ネイルを外しております。そう、取れづらくってね、本当はこんな外し方しちゃいけないんだけど、いいかと思って全部今撮っております。朝は30分かけて左手を取りましたネイル外すのに30分、頑張って削って削って30分かけて。本当になんか機械とかもあったらいいんだけど、表面削るやつ。ギフトありがとうございます。そう、あるんですけど、家にもなんか一応あるんだけどさ、なんかね、うまく動かなくて、そう、使ってないんですよね。こんにちは。チョコ液じゃ落ちないですね、これは。多分、まあ、なんか他の普通のネイルならね、チョコ液で落ちるんですよ。ネイルっていうかマニキュア。そう、でもなんか多分それと違うので、やっぱり
リ専用のがあるはず、リムーバーが。リフトありがとうございます。よし、あと一つ、あと一つ。今日は君の出顔を見てから眠るって決めていたのに、気づけば君の腕の中で寝てた。行ってくるねと手を振る僕、君は決まってかざすピーサイ。あ、そうだよ、手になくなったの。これ憧れていた、違う、これ歌詞違うな、これ2番やな。まあいっか。やっと手に入れたこの幸せ離さない、これは75億分の一人と一人が出会って恋に落ち、家族になり愛を深め年をと、ありきたりな話さ。一人は出来の悪い白髪で、もう一人は永遠のプリンセス。生まれ変わってもまた一緒になろう。ギフトありがとうございます。テネシエとなくなるとようわからんようわからんくなってきて、ね、なんかみんなは意外となんかゆっくり見れて嬉しいっていう人多いよね。私はもうなんかよくわかんないんだけど、本当にこんにちは。オッケー、とりあえず取れましたので、今からちょっとね、きれいにしていきます。ネイルしない方がいいかな。めっちゃネイルしたいんだけどさ、なんかこのボロボロ感を見てると、本当はね、前撮った時も言ってたよね、結局したっていう。そう、本当はしない方がいいんだろうな。今月旅行以外で出かけてないな。
本当に。なんかさ、仕事ある日ってさ、出かけるのめんどくさいんだよ。そう、こうやって夕方からとかでもさ、出かけるのめんどくさくてさ、全然出かけない。そう、行きたいなとか思いつつめんどくさいなってなる。ね、クリアとかそうだよね。どうしよっかな。あー、痛い。深爪が深爪にしみる。痛い。アセトン痛い。ノンアセトンでした、これ。アセトンではないわ。ノンアセトンでした。深爪ってこんな痛かったっけ。昔さ、よう深爪してたんですよ、私。めっちゃ切りたい人でさ、そう、すっげー深爪だったんですよ、私。どこまでも切りたい人だった。そう、こんな痛かったっけ。呼んだ。なんやねんそれ。配信してんで今。配信してんで。うん、何。うん、違う。マミーがさっき買ってきてくれた一本桃空いてるから、それ引かないし、それ以外なら飲んでいいよ。そう、お兄様ですね。ギフトありがとうございます。オッケー。そしたらどうしようかな。薄い色塗っとくかな。うん、薄い色だけ塗って保護しとこうかな。あ、でこれまで外したくなかなったらもうやばいね。アニルンは出ませんよ。絶対ボッサボサの頭してるから今。この人寝癖すごいからマジで。あの、スーパーサイヤ人ですかっていうレベルですごい時あるよ。薄い気がじゃないかな。プラムピンクとか濃いか。ちょっと濃いかな。あ、シアピンク。シアピンクにします、ね、これ可愛いんですよ。アセトンって石油類って知ってた？マジ？あ、これノンアセトンだからなんだけど、じゃあアセトン塗ったらさ、あの、指に石油つけてますよ私ってことですか？なんかちょっと良くない？めっちゃバナナの匂い。このね、シアピンクはね、バナナの匂いがします。赤いのまだちょっと残ってるけど、まあ、バナナの匂いっていうかバナナジュースの匂いかな。なんかバナナ本来の匂いではないんですよ。そう、なんか作られたバナナの匂いって言ったらわかる。
そうだからバナナジュースだよね。ピンクのズボン、ピンクのズボンではないんですね。これあのブランケットですね。ブランケットですねこれ。ズボンに見えた。こんにちは。ブランケ、なんか秘密結社ブランケットってなんかいいね。私そのセンス好きよ。なんかちょっとかっこいい気するんだけど、気のせい？あ、さっきねインスタグラム上げたんですよ。はい、投稿したんで、まあよかったら見てください。もうすでにね見てくださってる方いらっしゃるんですけど、ありがとうございます。このあいつうちなんでだろうね、なんかすごくかわいい、ありがとうあからさまに照れるやつディズニーの写真です。ギフトありがとうございます。一瞬メガネの話はビトンのメガネかと思った。ちゃいます、ちゃいます。私のじゃないんですけどねあれ、そうお借りしまして。何食べたの？ケーキ？ああ、可愛いもんだったらよかったんですけどね。ステーキ食べましたステーキ？ローストビーフ？食べました。はい、すごい。もうちょっとね、そうなの、ケーキ食べたんだ。ちょっと女の子らしく行きたかったんですけど、がっつり飯食ってますビトンのメガネっていくらするんだろう。10万？20万？なんかビトンってさ、なんか柄とかによってもさ、ちょっと値段結構違ったりするからね。カバンとかもだからさ、100万超えるやつもあれば、まあなんか 40、50万っていうのもあるし、なんかちょっと違うよね。そんな詳しくないけど私。
ちゃ美味しかったよ。キラキラピンク薄すぎたな。シアーピンクがシアーすぎてシアーすぎて全然爪の白い部分隠してくれなかった。シアーすぎたピンクでした。ビトンいいですよね、やっぱりかわいい。しやすぎたピンクだったのでどうしようかな。おすすめのこれかわいいんちゃう、このピンク。あ、うんうん、これよさげ。あ、こちらもしやすぎたあれ、しやすぎないアイドルもなんか、あ、まあでも可愛いか。うん、結構しやあれ結構しやだな。うん、もうほぼほぼ透明の息ね、もうちょっと欲しいかな、もうちょっとだけピンク欲しいかな。もう一回塗ってトップコート塗ってとりあえず左手は完成。右手どうしようかな、めんどくさいな右手ちょっとめんどくさいな。こんにちは。そう、右手ってねネイルするのめんどくさいんですよね。右手いっかな、このままで一旦今のところは。本当にめんどくさいんですよ、見て。
感じのピンク、二度塗りだね。やっぱりそしたらトップコートを、これもトップ違う、このトップコートね塗って完成。おお、どうしたどうしたどうした、なんで吠えてるんや。帰ってきたかな。最近の眉毛地蔵、地蔵、地蔵じゃない、地蔵、私の眉毛地蔵。やっぱりさ、ここ薄いよね、私ってねこんなこと絶対ショールームで言うべきじゃないのに、お恥ずかしいんですが、平野の眉毛地蔵ですね。すっぴんだとね、わかりやすいですよね、眉毛地蔵が。こんにちは。
ちは。違う違う違うのよ。こんにちは。30分までね、配信しますね。ありがとうございます。
にちは。どうもどうも。オッケー、かわいい。キランツヤン。ピンキー、ね、ここだけね、爪めっちゃ長いし、こことここ短ってね。こっちはね、でも伸びてきたよ、また。ここだね、問題。深爪の問題。こっちもね。ちょっとずつ伸ばしてはいるんですけど。愛を深めとしようと、ありきたりな話さ、一人は敵の悪い男で、もう一人は ニューネイルというか、まあ補強も兼ねたネイル。一旦ね、白いところ隠したいんですけど、伸びたところ色でね、まあ隠れなかったんで、まあまあまあ諦めたいやーと思って。うん、かわいいかわいいね。何もしてないよりはね、かわいい。こんにちは。よし、右手はめんどくさいので、まあまた今度かやらない、ね、サケティーです。今日はサケティーです。酒しか信じない。ありがとうございます。酒を裏切らない、やばくない、この年で酒を裏切らないとか言ってたら怖いんだけど、大丈夫大丈夫、そこまで、そこまでまだね染まってないから、普通にお酒が好きだよっていうレベルなんで。怖い怖い怖い、この年でこの年でもう酒だみたいな。ゾロといい勝負かと思ったら、あの人だって酔わないもん。ゾロは酔わないもん。私多分ある程度言ったら酔いますよ、普通に酔います、酔います、酔わないわけではない。そう、筋肉は裏切らない。でも筋肉は裏切らないというか、まあ筋トレはね、なんかやり方をしっかりしてればちゃんと成果は出ますからね。時間はかかる人もいるかもしれないけど、そういう意味ではなんか裏切らないのか。
川だって本当酔わないもん、あの人本当に浴びるほど。でもザルだよね、ザル、ザル枠超えて、ザル超えて枠ですかもうそうそうそう本当にそうよ。え、枠ってなかった？もうなんかザル超えてザルの上、もうね強すぎて枠っていなかったっけ？あれどっかで聞いたんだよね。うん、やっぱりそうザル枠。そうだから枠だからもう本当に飲んでも飲んでも、ザルはさやっぱり下にちゃんと一応網がある分ちょっとはたまるんですよ。なんだけど枠の人はもう枠だから酒飲んでも飲んでもたまることもないし酔うこともないしみたいな。私はそこまでじゃないですよ。ザルでもないし、多分ザルではないし、一定量いけば普通に酔います。多分そこまで飲んだことないし、その許容範囲がまあ少し人よりね、普通の人より少しだけ多いかなっていう感じで、うん、別にだからザルでも枠でもないですよ私は。最後はって、ね、いや枠じゃない、枠までしか聞いたことない私。枠までかな、うん、枠はもうほんと底なし。すごいわほんとに。でもそこまでなんか強くなりたいとも思わないので、ある程度はやっぱり強くありたいなと思ってるけど、お酒ねなんかやっぱりそう強くあったらいいななんて思ってましたけど、ザルとか枠とかまで強くなくていいそこまで飲むことないし、普段ねまあなんか言うて飲んで2杯、家ではまあ2杯あ、まあ、3杯くらいが限度だし、飲むとしてもね、それすらもあんまり飲まない。うん、外出たら5、飲んでも5、まあたまにほんとたまに相手が飲む人だったらそれ以上飲むことはあるけど、まあ大体5くらいで、5くらいまでは、うん、までで収めるから。とにかく、まあ、そうね、肝臓は大切にしますはい、だから全然本当にピッチャー後、あーピッチャーでもないんかな、あれどうなんやろ、なんかこういうやつ、まあ、だから本当にめちゃめちゃ強いとかではないですよ本当に。それなり普通の人よりまあちょい強いくらいじゃない、わかんない。で私の周りがさ意外と強い人が多いので、酔ってるの見たことない。うん、
あんまり用飲んだことないし、なんか私は本当になんかまあ強いってほど強くない。AKB さんに入ってほしいです。あ、こんばんは。こんばんはじゃないけど、こんにちは。はい、元メンバーです。卒業しました。入ることはもうないです。はい、なので、はい、卒業したので入ることはないです。チームメイト ねお酒強そう、みんな本当に。なんかね、なんか話とか聞いてるだけのイメージだけど、入れるよ。いや私は決断をしてそう決断をしてね、やめたので。いやまあ知ってて言ってるでしょうね、そりゃそうだよ。そんな偶然あるわけないよ知ってるよ絶対。それをねあえて真面目に返すんですよ、ね、なんで真面目に返すか、まあ、特に意味はない何の意味もなく。にゃ、自分に今くそくするの君が大丈夫はずっと七瀬ちゃん強いだろうね。まあお酒で失敗しないように気をつけなきゃ。本当にお酒であんまり失敗したくない。めっちゃポテト食べたい。フライドポテト、フライドポテトが食べたい気分今。マミーに買ってきてもらえばよかったな。そう、なんか欲しいものあるって言われて、牛乳とジュースとだけ言って、
もそうなんだけど、あのココスとかのちょっとクリスピーなやつが好きなんですよ。なんかカリッとしたやつがめっちゃ好きで、そうあるんですよスーパーに冷凍でね。それが食べたい。ココスとか四六時中とか、そうあれめっちゃ食べた。うん、おケンタのポテト、私ねケンタッキーあんまり行かないんですよ実は。でもケンタの月見が美味しいっていうのを聞いて食べたい。これこの前も話してた気するそうケンタの月見がうまいんやっていうの。ココスね、ココス行きたくなるな。ココス今何してんの？フェア。フェアメニュー。お、サーモンとキノコなんだ今。いいね。あ、出ました。シャインマスカットフェア。絶対うまいやつ。ね、でも大体ねフェアメニュー、フェアメニューこうやって見るじゃん大体ね。うん、ビーフハンバーグステーキ食べてねフェア食べないんかーいっていうね。ビーフハンバーグステーキが好きです私お、ぶどう狩り食べ放題いいね。フルーツ狩りいいよね。なんかいちご、いちごだけ一回行ったことあって私、うん、なんか合宿場、その5、6年、どっちかだっけ、どっちかの時に、そう、まあ私の学校、その小学校の時は合宿行ってたんで、能登の方にね、能登の遠いところまで行って、なんかカヌーしたり、なんかクイズラリー的なのしたりっていう、なんか何だろう、修学旅行的なものではなかったので、そこ行って自己狩りだけしたね。めっちゃ楽しかった、美味しかった。お腹でもあれパンパンになるよねもう30分、はい、ありがとうございます。ということでね、ランキングいきたいと思います。13位、シルニジピンさん。12位、北野くん。11位、ベビースターさん。10位、猫3匹とジョンさん。9位、かぼちゃん。8位、ところてんさん。7位、さくらのお友達さん。6位、香港の JW さん。5位、モッサンさん。4位、ケンケンケンさん。3位、カイさん。2位、鉄道のイツさん。1位、ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。埼玉ハゲてるさん、ルンルンさん、ワッキーさん、猫3匹とジョンさん、ワッキーさん2回読んだ。ベビースターさん、鉄道ナイトさん、北野くん、モッサンさん、香港の JW さん、桜の友達さん、ところてんさん、カイさん、ケンケンケンさん、ゆうたさん、かぼちゃんです。ありがとうございます。呼ばれてない方いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？はい、大丈夫そうですかね。はい、皆さん見に来てくださってありがとうございます。また夜もね、配信できたらしようかなと思ってるんで、もしやってたら見に来ていただけると嬉しいです。まあ遅くなる可能性もあるんで、11時とか23時とかになる可能性もあるんで、まあ本当にお時間ありましたら見に来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、私もこの後お仕事行ってまいります。ということで皆さんもね、午後も、はい、体調気をつけてお過ごしくださいませね。見に来てくださってありがとうございました。それではまた夜お会いしましょう。頑張ってくる。行ってきます。ありがとう。行ってきます。またねー。